体で答えろボディーランゲージクイーン。イエーイ、イエーイ、はい、カプリティオの AT です。石場です。ルカです。昇竜拳出せないマンです。昇竜拳 T シャツ。なんかすごいおちゃらけた感じですけど、これな、大丈夫ですか？なんか要素が多いから、まあまあまあ、こういうなんかしてきてくださいって言われてるみたいになってるけど、全然そうじゃないから、ね、ない普通にありますよ。ああ、まあ、分かんない、何やるか分かんないな、もう。はい、ですね、これから早押しクイズを出題しますので、うん、はい、普通はその言葉に出して答えたりとか、はい、その文字で書いて答えたりするんですけど、うん、はい、今日は体で答えを表現してください。なるほど、うん、はい、じゃあ例を出しますと、はい、一説にはプロボクサーのガッツ石松が起源とされ、はい、正解です。なるほど、はい、まあ、普通は、ね、ガッツポーズって言葉で言うんですけど、はいはい、まあ、ガッツポーズに当たる動作をしていただくと正解になります。で、まあ、ルールは、まあ、正解がプラス1ポイントで、まあ、後藤は特にお咎めなしで、はい、で、まあ、2番3手3番手も一応回答権ありっていう感じでいきたいと思います。はい、勝利権答え問題来い。では参ります。問題、太宰治の小説走れメロスの冒頭の一部。おー、ガッツやな、ディオニスやな。はい、正解です。なるほどね。あ、そうか、喋っちゃったけどね。冒頭の一文でメロスはどうしたでしょう、はい、正解、激怒だったので、はい、激怒する様をやればいいってことね。そうそう、はい、分かった分かった。ディオニスは王の名前ね、はい、ちなみにね、うん、では参ります。問題、2014年と2018年には名倉七海が2006… あー、そうか。2006年と2007年には大の字王子が世界大会で優勝しているパフォーマンスといえば何でしょう。エアギター。エアギター。問題、近年の研究では相手を威嚇するためではなく争いはやめようという提案のために行うものとされているゴリラ。こうかな。続きます。ゴリラが立ち上がって体をポコポコと叩く行為。こうです。あー、そうです。手が違うんだ、はい、ゴリラのドラミングは手はパーで叩きます。こう見てたのか。そう、ディテールが必要だったのね。そうそう、あのちょっと細かい部分でそうちょっと跳ねる時があるんでね。オッケー、わかった。国村ならね、確かにグーじゃないことは知ってたわ俺も。確かに、ね、うん、割よく出ますから、うん、ではいきます。問題、欧米ではコルナ、日本ではメロイックサインと呼ばれる。はい、正解。合ってますよね、うん、親指、はい、中指、薬指、はい、そうですね、人差し指と小指を立てる、はいはい、ベビーメタルとか、うんうん、僕もよく人狼ゲームしてるから。あ、そうだ、人狼ポーズなので、はい、これよくやるんですよ、ね、なるほど、人狼だしが、うん、問題、野球で守備側の選手が現在、おー、 おー、 おー、なるほどね、はい、2アウトであるということを確認するために作る手の形はどんなものでしょう。はい、メロイックサイン、同じなんだね、読み切ったぜ。あ、そっか、こうやってるかもしれないけどね。これ、この2は見にくいから遠いと、外野でね。そうか、外野からも見えるように。あ、そういう理由があるのね。勉強になるね。問題、戦場で行われることから戦場のみ、インド人がよく行うことからインド飲みなどと呼ばれる飲み物の飲み方。全然わかんないぞ、はい、わかんないけど、じゃあこう、こうで。あ、全然わかんないよ。飲み方のバリエーションそんなあるな。ないからね、時間かかる。ラッパ飲みみたいなことかと思ったの、はい、あ、じゃあ俺映ってるんや。違うか、はい、そう、それはピロピロの日です。そうだよね。いや、まあ、やらないでしょ。まあ、やそうかね。逆に、あ、こういうやつ、はい、口をつけずにペットボトルを飲むっていうやり方ですね。それぐらいしかないもんな、でももう俺、完全にこう、水こうやって
隠してこいって飲むやつ韓国のやつね、やつかなと思ったけど、はい、あ、じゃあ俺インド飲み結構やってるわ、そしたら、はいはい、うん、そうそう、知らんかったな、まあ、インド人は結構これ ようやってるらしいです、で、なんか、ね、戦場の上なんか藤岡弘が言ってただけなんで、なんかあんまり言ってみたないです、結構、新鮮です、確かに藤岡弘じゃない、そんで戦場のね、メインの人でもないし、人でもないだろう、そうそう問題、日本ボディビルフィットネス連盟が定める7つの基本ポーズには含まれていない最も力強いという意味のモストマスキュラーと呼ばれる、わかんねえ、ありそう、違います、絶対あるんだ、サイドチェストかなんかで、ね、それか、でもあれも違うんだよ、はい、そうそうそう、それは多分基本ポーズの一つ、ね、そうなんだ、はい、モストマスキュラーって聞いたことあるんだよな、はい、モストマスキュラーと呼ばれるボディビルの代表的ポーズは何でしょう、代表的、俺あれはでも違うと思うんだから、はい、あ、それモストマスキュラーか、はい、それがなんかダブルバイセプス、ダブルバイセプス、これは違うな、はい、なんかこれは基本じゃないんで、なんかそのフリー演技の時とかにこれやるらしいです、まあ筋肉さんもよくね、そうそうそう、まあよく見るっつったらこれから、でこれが絶対違うの知ってたから、問題、1988年にシングル「Sugar Baby Love」でデビューした鈴木幸子と相田翔、お、分かった、はい、どうぞ、はい、正解、ウィンクというので、はい、でまあね、実際にウィンクをしていただくと正解、はい、なるほど、ね、そうね、アイドルに答えさせる形のクイズだから、まあね、そう、おじさんたちにこれやらせる、おじさんにやらせる、みたいな、デスビーにやらせる、そうそう、そうそう、キスビーに出せ、はい、デスビーはキスでやった方がいい、問題、ゲーム大乱闘スマッシュブラザーズでは Wii Fit トレーナーの上スマッシュ攻撃として使われ、これは俺の、まあ、じゃあちょっとあの全身を映したいんで、ちょっと横にずれて、いきます、おほ、はい、正解です、まあ見覚えのあるやつ、あ、見たことあるわ、そんなんしてたな、はい、立ち木のポーズと呼ばれるヨガの基本ポーズは何でしょうという問題です、上スマッシュっていうのもヒントだったな、うん、もうすごい Wii Fit トレーナー上スマッシュ何それ、立木文彦さんです、はい、すわかりづらい問題、1974年にこれを提唱したアメリカの医師の名前が付けられた何かを飲み込んで窒息しか、はい、バンバン、あ、違う知らないんだこれ、はい、どうぞ、これ今俺押せなかったぞ確かにこれ言ううん、はい、正解、タイムリック、はい、タイムリック、うん、オーランダ、はい、何かを飲み込んで窒息しかけている患者を救うために行われる救命法は何でしょうという問題でした、まあ、結構ね、クイズに出るんですけどね、その実際の動作を知ってるかなっていうところでね、なんか漫画なんか読んだな、俺はクイズでも答えたことないよ、俺、ハイムリック法、あ、問題、2016年に韓国のアイドルグループ TWICE のミュージカル、こう、もうちょっと、もうちょっと、こう、うわ、なんだ、あ、こうね、あ、そうです、そういうこと、涙をね、はい、涙を表してるんですね、はい、まあまあ、なるほど、泣いてる顔文字の T をこの指で表すみたいな、T って言いながらですよ、ちょっと笑ってる、今日絶対これとして、TT ポーズ、問題、ミスター・チルドレンの曲「エブリバディ・ゴーズ」のサブタイトルでは秩序のない、ああ決まった、うおー厳しいな、はい、これ、もうやったことないよなって、ほんとさ、下手だったら手術なんないもんね、はいはい、いきまーす、あーまあ温情で悪いです、足があんま揃ってなかったから、ね、そうですね、はい、まあ、揃えるのね、むずいよっていうか、こう下硬いんだよ怖いね、下硬い、下硬い、和鹿のとかをね、普段見てるけどね、実際やると大変なんだ、宮迫さんとかうまいんだよね、やっぱ、ね、あー、そうそうそう、問題、漫画遊戯王でのセリフからショットガンシャッフルという俗称も広まっている、一般的にはリフルシャ、あー、しまった、はい、じゃあいいのかはい、正解、はい、でもあの遊戯王でショットガンシャッフルはカードを痛めるぜですけど、でもショットガンシャッフルなんて言わないんですよそうそう、リフルシャッフルだよ、この知らない情報で驚いたわ、めちゃやるけど俺問題、数字を使った表現では623と表される
格闘ゲームにおいて右。お、やっちまった。お。はい、どうぞ。昇龍拳。信じられない。マジで、マジで仕込みとかないよ。いやー、やめてくれよ、本当にさ。こんなに悔しいことはない。なんていうものを着てくるんだ、イケリア。こんな悔しいことはない、ね、しかも、この動画の時に着替えたからね、だとしたら、押そう、押すの。まあ、そう。右下、右下、ちゃんと書いてある、これ。切り替え。問題。日本人では、達也、大地、アフラなどが、はい、そのパフォーマーとして知られ、YouTuber のヒカキンもその名手として有名なパフォーマーなんでしょう、はい、ヒューマンビートボックスでしたね、ハモネプ世代なんでね、一度はね、やりたかった。確かに。問題、なっちゃおやピカピカブーといったコーナーがある平日の、おー思いつくね。はい、平日の朝と夕方に NHK E テレで放送されている0歳児から2歳児を対象にした番組は何でしょう。いないいないバーが正解。すごいわ、俺の精神年齢に刺さったから。どんだけ初夏なんだよ。問題、2006年には新語・流行語大賞を受賞した1950年代に活躍した西ドイツのフィギュアスケート選手。ああ、なるほど。あ、じゃあこれちょっと見えるところでやってみよう。大変そうだな。はい、で本当はね、これはレイバック・イヤバウアーだから反る必要はなくて、この足が大事なんじゃないか。はい、正解です。そうですね、こういう風に足を180度方向に向ける技がイナバウアーなんですね。はい、はい、別に反る必要はないですね。だからレイバック・イナバウアーっていうね、はい、種類の1個なんですよね。はい、という問題で、まあさすがの知識って感じですね。うん、はい、これちゃんと知ってないと正解できない。はいはい、足が乱れてたらダメってことね。はい、そうですね。ここで終了。あ、はい、だということで、ボディーランゲージクイズ優勝は石野でーす。勝利権悔しい。こんなことがあるとは本当にね、すごかった、ね、すごかった、ね、てしい。結構目で見るクイズとかこういうのとか得意だなと思ってたので、はいはい、まあ、クイズ的にはそういうこと、ドラミングの手はね、ちゃんとパーじゃないとダメよみたいなのとかは、ね、はいはい、こういうところで見ておけばなんか間違いなくて済むよねっていうのが学びがあってよかったかなと思いました。はい、ということで、以上本日のカプリティオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。